さあ、振り返ることなく行くがいい。開拓進行形を歩む七種人。すでに結末が決まっていたとしても、構うことはない。人には変えられないことがたくさんある。だが、その前に、結末に向かうまでにできることもたくさんあるんだ。そして、結末はそれによって全く異なる意味合いを見せる。それこそが旅の意味だ。旅で得られる美しいものは今も昔も変わらない。そして私は信じている。私たちが太陽の下で再会するまで、それは虚無の果てで栄えている。